迫撃砲、迫撃砲、迫撃砲は簡易な構造からなる火砲で高い射角を取ることから砲弾は大きく湾曲した局射弾道を描く。少人数で運用でき操作も比較的簡便なため砲兵ではなく不評の装備であることが一般的で最前線の戦闘部隊にとっては数少ない間接照準による自家教支援火器の一つである。 射程を犠牲にして、方向初速を低く抑えているため、各部の必要強度を抑えられ、全体を小型化かつ軽量化できる。また、射撃時の反動は地面に吸収させる、方式によるため中大気や福崎といった、同制御機構を省略し、機構を簡素化することができる。多くは、方向想定式、前装式のため閉鎖機も不要であり、 同口径の榴弾砲と比べ極めて軽量、コンパクトである。小中口径迫撃砲は分解してかついででも、傾向でき、120mm クラスの重迫撃砲も、小型車両で牽引できるなど過半性に優れる。低い命中精度や短い射程といった端緒もあるが、軽量で大きな破壊力を持ち、速射性に優れ、安価で生産性に優れるなど、 多くの長所を有している。そのため、かつて士眼砲兵の標準的な装備の一つであった105から 122mm クラスの榴弾砲が近年では 120mm 迫撃砲に更新されつつあり、このことも本砲の有用性を示している。本校では、最も一般的な 81mm 及び 120mm クラスの自走式でない迫撃砲を中心に、 その他の迫撃砲、他の火砲との比較、さらに古代の局射弾道兵器から迫撃砲に至る発展の歴史などについて譜援する。81mm クラスの中高径迫撃砲は各部に分解して数名の兵員で運搬でき、また 120mm クラスの重迫撃砲では支持化、砲画の構造がやや複雑になり引け民用の トレーラーが加わることも多いが、基本構造は同一である。迫撃砲の主な口径は、六十十十ミミミリリメメーートトル、ル、mm、八八一二リメートル、百七ミリメートル、百二十ミリメートルであり、分類で述べるように、各海底に応じた口径のものが配備されている。現代でも実戦配備されている最大口径のものは、ロシアの二百四十ミリメートル重迫撃砲二倍と、 八で、同国の自走迫撃砲である 2S4 チリパンにも同砲が搭載されている。また、フィンランドやイスラエルには 160mm 重迫撃砲が存在する。他の加砲と比べて、短い筒状の砲身、バレル、またはキャノン、二脚によって砲身を支える、指示架、バイポート、またはマウント、砲に接合された、定番、ベースプレートの、 主に三つのコンポーネントで構成される。冒頭で述べたように、方向初速を低く抑えた上で、射撃時の反動を地面に吸収させるという点が、他の加法と異なる。最も重要な特徴であり、大きな強角をとって射撃するのはこのためである。通常の加法は、抵抗をかけながら、方針を、後座、スライドさせることで、発射時の反動を干渉する、中待機。 誤差させた方針を元の位置へ戻す。また先き、法の不行を円滑にするため方針のバランスを取る。平行機、創薬の燃焼ガスが薬室から漏出するのを防ぐ。閉鎖咲お及びこれらの機構と方針を含めた大きな重量を支持するための堅牢な、揺らか、砲画などが必要である。右の画像を参照。迫撃法は、 前述の反動吸収方式によって中体複雑を省略または簡素化できるため同口径の榴弾砲と比べ極めて軽量かつコンパクトに収まる。加えて低い初速は各部の強度を抑えることを可能にし、それだけ方針の肉厚を薄くするなど軽量、小型化に寄与する。方針が軽く不良の仕組みもシンプルなため平行機も不要である。また、 五層式の火砲は、創薬の爆発で生じる高圧の燃焼ガスを密閉するため法に、耐圧機密構造の閉鎖機構を設けるが、弾薬を装填するためには、容易に開閉できねばならず、これらを相反する機能を両立させる必要がある。このため、閉鎖機の製作には、高い工作精度を要求されるが、方向装填式、前装式の迫撃砲は、閉鎖機が不要で、 短期間かつ安価に製造できる。砲弾を砲身内へ滑り落とすだけの落ち発式によるため、速射能力も高く、迫撃砲はこれらの優れた着装を組み合わせた画期的な火砲である。なお、車載型迫撃砲では、車両のサスペンションに与える衝撃と疲労を軽減するため簡易的な中退副咲を持つ場合がある。 大口径もしくは超方針の迫撃砲でも同様。また、5装式の場合は、当然に閉鎖機が設けられる。迫撃砲の砲弾は、弾からだと発射薬が一体化された、カートリッジ方式であり、榴弾砲に見られるような砲弾と薬の、装薬を包んだ袋が別になった、分離装填方式を取らない。ただし、射程の延伸を図るため、発射薬等に増加発射薬を一から、 複数個取り付ける、モジュール方式を取ることが一般的で、その数によって射距離を調節できる。増加発射薬は、リング状のものを弾対抗部に取り付けるか、袋状のものを安定翼の間に挟むことで装着する。増加発射薬なしでも射撃は可能である。発射薬等には多数の証拠が設けられており、そこから噴出した燃焼ガスが、 増加発射薬を添加する。また、ライフリングされた砲の場合は、安定翼が不要なため、その部分に増加発射薬を取り付けることもある。有翼弾の場合は砲外弾道を安定させるために、安定翼の加工、組立精度に加えて、弾体の鋳造精度が重要となる。迫撃砲に用いられる、主な砲弾は、榴弾、発煙弾、照明弾であり、 派生型として、対人用の破片榴弾や、焼夷弾も用意されている。おおむね榴弾砲と同じ弾種が揃っており、兵員や非装甲車両などのソフトターゲットを目標と、する。また、近年では、ストリックス迫撃砲弾や対装甲破片榴弾、プラブなどの対装甲弾も開発、配備されている。外観などの特徴については、構造の不死に記したため、ここでは、 性能上の特性について記す。なお、一つの項目が長所と短所の両方を包含する場合があることに留意。記事中の説明を補完するため、代表的な迫撃法の主要諸元を一家に掲げる。なお、下段は比較のために掲げる他の化法の主要諸元である。迫撃法の運用法は、第二次世界大戦期にほぼ確立され、 現代においても基本は変わっていない。以下では、分類や編成、戦術上の役割など、運用に関する項目について記す。計、中、重という区分に厳密な定義はないが、概ね後継、重量、運用で分類される。同じ後継でも時代によって分類が異なる場合がある点に留意。 BR 作戦行動中に迫撃砲が果たす戦術上の役割は以下の3つに対別される。以下に射撃準備から弾着までの簡単な流れを示す。迫撃砲の射撃迫撃砲は汎用性が高く戦闘の様々な局面で火力支援に使用される上、即射性に優れるため短時間に多数の砲弾を消費しがちである。従って、 大量の弾薬を供給するため、市長断裂、補給部隊の随伴が不可欠となる。特に工業生産力が低く平坦が脆弱だった。日本にとってこの問題は深刻であり、陸軍は第一線の不評大隊に対する局者不評法、11年式局者不評法と97式局者不評法の全面的配備を躊躇し、直接照準による 精密射撃が可能な従来型の不評砲の配備を優先したという経緯がある。例えば11年式極射不評砲の場合、砲本体の重量は 63kg だが、弾薬定数112発の重量は運搬用具などを含めて 364kg もあり、砲自体は兵員数名で傾向できても、弾薬の運搬には人員8名と馬2頭を用し 一回戦に、どの程度の弾薬を準備するかは作戦によって、異なるが、多い時では1トン以上もの弾薬を輸送せねばならず、十分な車両を保有し得なかった、視長部隊の負担は相当なものであった。全力撃を行えば、定数112発全弾を撃ち尽くすの20分も、要しない。このように、兵隊への負担や弾薬コストが膨らみがちであるという、迫撃法のデメリットは、 感化できない。しかし、これは、敵型も条件は同じであり、能力特性に記した長所がこれらの端緒を登るため、迫撃砲は現代でもますます多用される傾向にある。近現代の迫撃砲は、第一次世界大戦時に使用された、イギリスのストークスモーターを原型としており、英語で同じモルタルである旧法とは、構造、運用ともに大きく異なる。しかし、 極射弾道という核となる特徴において共通しており、極射弾道兵器の中で軽量、小型化の道へ分化した方の一つの到達点である。古代の投石機に始まり、射射止法を経て下方が進化した後も、大きな破壊力を持った極射弾道兵器は大重量なものに限られていたが、優れた設計思想と榴弾との組み合わせによって、従来とは比較にならないほど、 軽量小型で扱いやすい画期的な砲が誕生した。古代に用いられたオナガー、あるいは中世に登場したマンゴネルやトレビューセットといった投石器は火薬こそ使用しないものの局射弾道兵器という点で共通しており、球砲や迫撃砲の系譜に連なっている。また、バリスタやスコーピオなどの土球の中には大きな凶角をとって曲射できるものもあり、 防壁などの遮蔽物越しに攻撃できた。火薬の燃焼エネルギーを利用した砲身内の圧力、創薬の化学変化によって生じるガスの膨張圧で砲弾を加速する、いわゆる火砲は12世紀初頭のイスラム世界でようやく誕生するが、初期のマスケット、銃が長い間長久に及ばなかったのと同様、火砲の進化にも長い年月を要し、トレビュシェットは、 火砲の登場後も300年近く使用され続けた。なお、遥か広大の第一次世界大戦中、フランス軍は、オナガーやマンゴネルを簡易縮小化した、スプリングガンを前線に多数配備した、ゴムやバネの力で敵弾を発射する仕組みで、投石機の近代再設計版と言えたが、射出できる敵弾が小さく威力不足な上に、射程も短く、 射距離の調節や照準が難しいことから早期に使用されなくなった。早々期の火砲の種類はいくつかあるが、その中から発展を遂げて、主流を成したものの一つが良い砲、である。英仏百年戦争1339から1453の頃には、火砲が普遍的に使用されるようになり、トレビュシェットはほぼ完全に駆逐された。火砲が、 ミサオ陽性や生産性、そして何よりも威力の点で従来の投石機を凌駕するに至ったためである、医、医師法とは訳されるが、鉄弾も発射する。投石機と同様、シャイ司法の最大の目的は、城壁や塔の破壊つまり、工場戦にあった。従って、より大きく重い砲弾を投射すべく、大口径の方が求められたが、夜勤工学や、 鋳造技術の限界で方針に用いられる鉄の強度が弱く、初期のシャイ手法は著しく、肉厚で方針は短い。中世末期、シャイ手法はモンスメグやウルバンの巨法に代表されるように、代行経過が進み方針も長くなっていくが、一部の、ものは初期のシャイ手法の形態を踏襲し、旧法として法の一分野を形成しつつ、 第二次大戦期まで500年以上にわたって使用され、続けた。これは、巨大化した方に、大きな行角を取らせることが死なんで、防壁などの遮蔽物干しに局射する目的であれば、遮角の変更が容易な旧方の方が扱いやすかった、ためである。大型の方が不行を自在に変更するためには、平行期の発明を待たねばならない。15世紀半ばまで、 大半の加法は鉄製だったが、金製に入ると製銅法が主流となる。その理由は、一、柔軟性の高い製銅は鉄に比べ方針の厚みや、口径を規格通りに生産でき、射撃時の燃焼エネルギーの損失が少なかったこと、二、加熱法の問題から、単造の鉄製法よりも、鋳造の製銅法の方が短時間で製造でき、また、鈴と銅の鉱山開発が進んで原料が、 工場的に入手できるようになり、量産が要因になったこと。三、火薬の改良が進んで爆発力が向上し、当時の素鉄では砲空破裂が頻発するようになった。ため、粘りがある製度の方が耐久性に優れていたこと、などである。この結果、16世紀前半、1520年頃に、鉄製砲は消滅した。方針の肉厚を薄くしても、 強度を保てるようになると、軍の移動に随伴できる、機動的な、野砲が登場し、主に野戦用であったが、工場戦にも用いられた。また、従来の大口径、短方針砲も軽量化が進み、野砲と区別するため、旧砲と呼ばれるようになった。旧砲は射程こそ短いものの、大口径砲弾の破壊力は、工場戦に欠かせないものとなる。これらの方の普及によって、 重量課題で運搬や設置に多大な労力を要する銃、ボンバルドは急速に姿を消していった。野砲や球砲の登場で野戦、工場戦ともに戦術面で大きな変革が起こる。特に工場戦では城塞の防御力と比して、下砲の攻撃力が圧倒的になり、薄く高い防壁と戦闘からなる中世様式の城塞は容易粉砕されるようになった。 例えば、イタリア戦争1494から1559において140門の軌道火砲を率いたフランスのシャルル8世はイタリアの諸都市を芝叩く間に石鹸している。かつて一つの城塞を陥落させるためにたければ数ヶ月、あるいは年単位の行為を要したことに比べると革命的な変化であり、家宝の発達に伴い城郭の様式は 防板に代表される星型両星系順次変貌していく。また、法の発展とともに重要な点が連鉄弾の開発である。この鉄弾の登場までは石弾が使用されていたが、連鉄弾は城壁に対する貫鉄力が石弾と比べ3倍も高く、これが石造りの中性式城塞に対して絶大な威力を発揮したのである。なお、野法は 射程の向上を狙って次第に長方進化していき可能法へと進化するが、旧法の外観は時代が進んでもほとんど変化していない。ただし17世紀後期には空ホルン法と呼ばれる下半式旧法が登場しており重量9 0ラム前後で兵員4名が運搬できた。現代の迫撃法と比べればはるかに重いが傾向可能という当時としては 画期的な軽量小型の方であり、迫撃砲の始祖の一つと言える。日露戦争は第一次世界大戦の前哨戦ともいえ、新兵器である機関銃と残骸、捕類を組み合わせた本格的な野戦防御陣地が構築された初の大規模近代戦争であり、迫撃砲のプロトタイプである小型軽量の近接支援火器も本戦役で初めて登場する。 両順における日本第三軍の死闘は、都に名高いが、最前線では敵の残豪に、資金から爆薬を投擲し合う肉弾戦が展開され、両軍ともに、甚大な損害を出していた。これを憂慮した日本軍工場砲兵司令部の今沢、吉尾中佐が、より遠方へ爆薬を投射するために、打ち上げ花火の仕組みを応用して、即製の敵弾発射機を考案し、 敵に迫って砲撃するという意から迫撃砲、名付けられた。この時、各部隊で急増された敵弾発射器は、木製の筒に竹の束を連ねて補強した、合計12から18センチメートルの方針を持ち、黒色火薬の装薬に、導火線で点火するという簡素な構造であった。また、砲弾と装薬が分離しており、第一次大戦で登場した。 ストークス型迫撃砲のように、カートリッジ方式ではない。なお、この木製砲は後に、技術審査部における鉄製の10センチメートル半、携帯迫撃砲の開発へと発展し、明治38年8月には、下静原で射撃試験が行われた。しかし、方針が破裂して、死者3名と負傷者多数を出す事故を起こし、改良を模索しているうちに、 日露戦争が終結してしまい実戦には間に合わず開発中止となった。これ以降第一次世界大戦が始まるまで日本における迫撃砲の開発は停滞することになる。日本軍は他にも合計7ル、十1 2ンチ1 8トルの迫撃砲を開発していたことが記録に残っている。この1 2トル迫撃砲は 幕末に購入した旧式の充日が旧砲の砲弾を再利用していた。また、明治三十八年付の資料には、後の敵弾頭を放出させる口径四四十ミリメートル、砲身長二百ミリメートル、全長三百二十九ミリメートルという軽迫撃砲が記載されている。同様の小型局射兵器は、ロシア軍も使用しており、レオニード・ゴビアートが開発した敵弾発射機は、 ボーンプイエと呼ばれ、第一次大戦が終わる頃までは迫撃法を意味していた。ゴベアートが考案した迫撃法は後にスピガットモーター、口実として彼の著書とともに欧米へ広まり、第一次大戦で広く使用されることになる。なお、本戦駅には外国からも多数の幹線部官が日露両軍に随反し、 新兵器の威力や従来とは異なった戦闘の推移について多くの報告が本国に送られたが極東における局地戦の一時章としてほとんど顧みられず続く世界大戦で各国は日露戦争以上の代償を支払うことになる第一次世界大戦では日露戦争以上の残豪戦が特徴であり西部戦線において スイスから北海に至る長大な前線に張り巡らされた残酷の総延長は4万キロメートルに達した。これは日露戦争でもその威力を発揮した機関銃の普及により、砲兵による攻撃準備射撃と不評の突撃という従来の戦術では敵陣地突破が困難になったためである。その防御火力は絶大で、一丁の機関銃が一個大体の 突撃を阻止すると言われたほどであった。攻撃前にどれほど砲弾の雨を降らせても残壕内に複在する機関銃を完全に排除することはできず、戦線は長期にわたって、膠着状態に陥り、攻戦する両陣営ともに敵の機関銃陣地を沈黙させること、最重要目標の一つとなった。そこで、砲兵による攻撃の後は、前進する最前線の部隊が、 敵の機関銃を発見次第に、金傍から直接攻撃して破壊する方法が取られる、ことになる。その結果、強争国側では、ストークスモーター、同盟国側では、ミーネンベルファーという二つの小型局射法が誕生する。ミーネンベルファーは直訳すると、爆薬投射機、マインランチャーで大きな凶格を取ることが可能な小型で精密な局射法である。 一方、ストークスモーターは、現代の迫撃砲と同じ構造の、簡易局射砲であった。いずれも従来の方とは異なり小型軽量だが、特にストークスモーターはかなり強いな残壕内でも、設置できるほどインパクトな上、わずか数名の兵員で傾向、操作できた。ミーネンベルファーも、ストークスモーターも残壕戦を契機として、誕生した方だが、ストークスモーターは、 残号戦にとどまらず不評の自家境を支援火器として、以後もさらに発展し、それとは逆にミーネンベルファーは、第一次大戦後に捨てれていった。これは、ストークスモーターの方が簡易な構造で生産が容易であり、軽量で扱いやすく不評が直接扱いたためで、現代の迫撃砲は、ストークスモーターを原型としている。なお、迫撃砲を発明した思想は、 イギリスのウィルフレット・ストークスだが、その標準化に影響を及ぼしたのは、フランスのエドガー・ウィリアム・ブラントである。ブラントが開発した 60mm、81mm、120mm の迫撃砲が各国で、ライセンス生産され、弾薬の互換性を保つために、後継の砲でも、同じ方向直径のものを用いざるを得なかったため、現代でも、NATO 標準規格、 スタニッヒではこれらと同じ光景の迫撃砲弾が指定されている。出現した当初からストークス型迫撃砲の完成度は高く、第二次世界大戦期にさらに洗練され、現代に至るまで基本構造に大きな変化はない。主要な三戦国の地上部隊は必ず迫撃砲を装備していた。日本陸軍においてはストークス型迫撃砲の導入以前から、 曲射風評砲という名称で、ミーネンベルファー類似の小型の迫撃砲を装備していたが、これを更新するものとして、軽量の流弾砲を配備しため、直接照準での射撃のできない、ストークス型迫撃砲については当初は、導入を見送り、ガス弾投射機兼用の砲兵装備として採用された、拡大型、合計 90mm、射程 3800m の迫撃砲を、 砲兵所管の独立部隊に配備するに止まっていた。しかし、シナ戦線において中国軍が使用するドイツ製迫撃砲の威力を目の当たりにし、改めてミリ 81mm のストークス型迫撃砲を97式局射不評砲という名称で不評部隊にも配備することになったという経緯がある。また、海軍では97式局射不評砲を 簡略化した三式迫撃砲を解剖艦の環境前に設置し、潜水艦に対する威嚇攻撃に用いたほか、陸軍も機動艇などの揚陸艦の監視に迫撃砲を装備して揚陸時の支援撃に用いた。なお、陸軍においては、砲兵所艦のものを迫撃砲、不評所艦のものを局者不評砲と称するが、形式としてはいずれも同じ迫撃砲である。 第二次世界大戦では、不評の機械化が進み、自走式の迫撃砲も登場した。軽量の迫撃砲は車載化も容易で、トラックの車台に、規制の迫撃砲を搭載しただけのものから、既存の走行車両を改造して、固定武装化したものまで様々である。また、迫撃砲ではないが、同じモルタルである球砲、局射砲では、ドイツの、カール自走球砲、 合計 540mm、または 600mm、米国のリトルデイビット、合計 914mm といった巨峰製造された。前日の通り、一般的な迫撃砲の外観や基本構造は、第二次世界大戦時からほとんど変化していないが、近年ではアルミニウム合金の多様など、素材の改良によって軽量化が進んでおり、 各国の軍隊では従来装備していたものより一回り大きな口径の迫撃砲に更新する例が多い。105から 122mm クラスの榴弾砲を 120mm 重迫撃砲へ乾燥する例も増えており、迫撃砲は今後も砲撃用プラットフォームとしてさらに多用される傾向にある。砲弾の進化では、例えばロケットアシスト弾、ラップの採用で、 射程はさらに延伸しており2万5千メートルもの射程を持つ迫撃砲も存在する。120ミリメートル迫撃砲 RT のラップ弾は射程約1万3000メートルであり、105ミリメートルまたは122ミ、mm、リメートル榴弾砲の射程、通常弾1万5千メートルに迫りつつある。また、赤外線やレーザーによる対戦車誘導弾の開発など、 命中精度を著しく向上させた砲弾も出現しており、これらの先進的な砲弾は効果だが、弾薬消費量は激減する。自走迫撃砲にも様々なものが登場しているが、大半は、車体用石の大きな装甲兵員輸送車などに、既存の迫撃砲の方針を設置するターンテーブルと、砲弾格納化を搭載したもので、方針を取り外して、社外で運用することも想定し、 指示下や定番を別途用意していることも多い。ただし、自走迫撃砲として、専用に開発された車両も存在し、ロシアの 2S4 チリパン 240mm 自走迫撃砲は、自動装填機構を有した後装式の自走迫撃砲であり、2S9 のオ百ナ十 S120mm 自走砲のように砲塔を備え、直接照準による弊社も可能な自走迫撃砲も、 登場した。もちろん自動装填装置を有し高い速射能力を持つ。また、特殊な例だが、イスラエルの戦車は、対不評用として、砲塔外部に 60mm 迫撃砲を装備していることが多く、特に国産戦車メルカバの MK2 以降は5層式のソルタム 60mm 迫撃砲を砲塔に内蔵して車内からの操作が可能となっている。 自走式ではない迫撃砲でも1970年代に自動装填タイプのものが登場し、例えば2バイト9 8 2ト、mm、ル自動迫撃砲は4発の砲弾を連射でき、榴弾砲のような外観を持つ。また、フランスのトムソン・ブラント社はガンモーターと呼ばれる迫撃砲と旧来の不評砲を組み合わせたような射撃システムを開発し、60mm 及び8 1ト、mm、ルの ものが不評戦闘車などを回収し装備されている。いずれも直接照準による弊社が可能で、対不評戦で大きな威力を発揮する。なお、安価で操作が容易な上、軽量な割に大きな破壊力を持つ迫撃砲、特に60から 82mm の中高径。迫撃砲は正規軍以外にもゲリラや反政府武装組織に使用されることも多く、 他の消火器と合わせ、地域紛争を激化させることが懸念されている。機関銃や、榴弾砲の基本構造が80年前に、ほぼ完成され、現代でもほとんど変化していないのと同様に、迫撃砲のメカニズムも砲本体の構造は、すでに固まっているため、冷戦後の1990年代に入ってからは、砲弾や球弾機構、射撃管制システムの改良が開発の主眼と、 なっている。例えば、スイスのルーグ社が開発した 120mm 迫撃砲、射撃システムビッグホーンは、セミオートマチック装填方式のため比較的軽量で高い発射速度を確保しており、不評戦闘車などに搭載して高い機動性を発揮する。ストリックスなどの誘導砲弾も使用でき、操作性の高い射撃管制システムが攻撃をアシストする。また、 フィンランドのパトリア社及び、スウェーデンのバヤ・ヘグルント社が共同で開発したエイモスも連装型の 120mm 迫撃砲射撃システムで、車両だけでなく小型集停にも搭載が可能となっている。単装型は根も塗装する。いずれも弊社が可能で、近距離戦闘にも対応できる。アメリカ海兵隊においてもエフスドラゴンファイアを開発中であり、 不評戦闘車クラスの車両に搭載できる 120mm クラスの自動装填式迫撃砲と新型の射撃管制システムを統合したユニットの開発近年の傾向である。これらの射撃システムを搭載した車両は射程こそ短いものの迫撃砲の速射性を合わせ持つため軽量ながら従来型の自走砲よりも大幅に攻撃力が向上している。 送輪タイプの車両に搭載されたものも多いが、送輪車両は、砂漠や DNA 以外なら、早期車両よりも機動力が高く、流動的な戦闘の推移にも、迅速に追随でき、戦場の変化に、柔軟な対応が可能である。また、小型集停にも、搭載可能であることから、沿岸部や河川などでの地上、水上戦闘における戦術も変化することが、予測される。 直訳すると、差し込み型迫撃砲となる、この兵器は、第一次世界大戦時にミーネンベルファーや、ストークスモーターと共に対応された、局射砲の位置形態で、ロケットランチャーに近い運用がなされた。ただし、砲弾は、ロケット弾のように飛翔中に推進されるわけではない。構造は、一般的な迫撃砲よりも、さらに簡素で、規定部、台座に棒状または、 中空のロッドが接合され、砲弾をロッドに差し込むことで装填される。指示下はないことも多い。ロッド、砲身の直径よりも大口径の砲弾を装填できるため、砲自体のサイズと比して、かなり大きい砲弾を射出できることが特徴である。ただし、破壊力の大きい反面、命中精度や射程、発射速度は劣り、例えば第一次大戦で用いられた2インチ、 重迫撃砲の射程は、ニュートン6インチ迫撃砲の半分以下である、砲弾重量はいずれも約 2kg。このため、第一次大戦後は、ストーク姿の迫撃砲に、淘汰されてほとんど用いられなくなった。不評の自家境支援用としては、砲弾が重すぎて少量しか傾向できない上に、ストーク姿ほどの速射はできず、また、火力支援用としては、ロケットランチャーの方が、 射程も長く軽便で、性能が中途半端だったためである、ロケットランチャーも命中精度は同様に悪い。しかし、構造が簡易で生産が容易なため、火砲など重火器の不足した軍において第一次大戦後も使用されたケースがある。例えば、日本陸軍は第二次世界大戦時に98式九砲という名称で同様の器を開発し、 無法診断から無断と称していた。また、戦後においても第一次中東戦争で兵器不足に悩まされたイスラエルは即戦迫撃砲、ダビドカを生産して使用している。また、第二次大戦中のドイツ国防軍では二戦0兵器となった昇降系火砲をスピガットモーターのように差し込み式の外付け砲弾を用いて火力の不足を補っていた。なお、 野戦用としては使われなくなったが、スピガットモーターの構造や射出方式は幅広く応用されており、スピガットモーターから派生した兵器は、下記の通り少なくない。それぞれの詳細は、当該記事を参照。スピガットモーター以外にも、以下のような迫撃砲の亜種や類似する兵器が存在する。化学兵器の運用部隊の多くは迫撃砲を装備していた。これは、 毒ガスなどの化学物質が充填された砲弾を短時間で大量に投射する手段として迫撃砲が適していたためである。化学船での運用を前提に開発された迫撃砲も存在し、これらは前日の理由から大口径のものが多い。第一次世界大戦では広く利用された毒ガスだが、戦術上極めて扱いにくく効果の測定も不確なため、第二次世界大戦では、 実戦で使用される機会が少なく、通常弾を用いる火力支援などを行うようになった部隊が多い。以下では時代ごとの迫撃砲を列挙する。一部参考のため近現代の迫撃砲、ストークス型迫撃砲以外のモルタルも掲載。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。